バンベルクの目白くに描かれたラッパ武器たち目白くのラッパ武器は、ヨハネの目白くに記されるラッパを与えられた神のお使い。小羊が解く七つの封印のうち、最後の七つ目の封印が解かれた時に現れるという。ヨハネの目白く地の混じった氷と火が地上に降り注ぎ、地上の三分の一と木々の三分の一とすべての青草が焼けてしまう。 ヨハネの目白く巨大な山のような火の塊が、海の中に落ち、海の3分の1が地に変わり、海の生き物の3分の1が死に、すべての船の3分の1が壊される。ヨハネの目白くくよもぎという名の巨大な水星が、すべての川の3分の1とその水源の上に落ち、水の3分の1が苦くなって、多くの人が死ぬ。ヨハネの木白く太陽の三分の一、月の三分の一。 空の星の3分の置が壊れ、その分だけ昼も夜も暗くなってしまう。ヨハネの木白く一つの星が地上に落ちてきて、底なしの縁まで通じる穴を開け、アバドーンを呼び出す。額に神の印のない人たちを襲い、サソリに刺される時のような苦痛を5ヶ月間与える。ヨハネの木白く4人の星が解き放たれる。彼らは2億人の騎兵隊を引き連れて、 その馬の口から出る人煙とようで人間の3分の1を殺させた。ヨハネの目白く世界に最終的な終末が訪れる。この週末において悪魔は神との戦いに敗れ、神に選ばれなかった全ての人々が死ぬことになる。ありがとうございます。